ちょっとね2人に集まってもらったんですけども、もう何もね説明してないけど、とりあえず集まってもらいました。なぜよ、はい、俺もで、ちょっとね2人にはまああのあるゲームをしてもらいたいなと思います。あ、ゲーム、その名も、そう、さっき思ってたけど上下関係逆転ゲーム。え、ゲームだから本来の上下関係やったらマイスターの上やと。やっぱりマネージャー的にも上や、マネージャー的にも上やと。だからマイスターの名人に基本的に敬語を使うことはまずまずないっていう。まあまあまあ、名人はマイスターに敬語を使うと、それを逆転させます。とりあえず名人はマイスターにタメ口を聞いて、マイスターは名人に敬語を使わなかと。でもし、それ間違えてしまったら、まあ、マイスターがむずいな、マイスターが普段通り喋ってもたら罰ゲーム、名人は逆に言ったら、名人も同じように罰ゲームで、罰ゲームはここね、机に置いてあるんで、ピコピコハンマーが、間違えた瞬間、これ速攻取って、どっちでかいと頭で、一応まあ、トークテーマはね、野球、最近の野球、プロ野球の野球事情って敬語なわけやもんな。そう、敬語で、もうそこの話うっせぇよ、俺あんまり使ってないから、敬語とか名人、ためでしていかなかんと。名人、敬語やもんな。この時点であかんとこだよ。うん、わかった。何々なんでしょ、名人に対してのあれやから、何やにゃんですよねみたいな感じやろ。手の中からやってもらおうかなと思います。制限時間決めとこう。じゃあ、じゃあまあ、その間は その間野球は話をするみたいな。5分ぐらいでいいんじゃない。じゃあ行きます。はい、 OK。 名人じゃ行ってちょっどういうことだ、マジで。いや、まず敬語やったら、どういうこと、敬語やったら普通はさん付けやからやっぱり、さん付けやから。あ、さん付け、普通はさん付けですね。そうですね、やっぱ目上の人に対しては。あ、名人さんとさん付けが今日何ですから。そう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 。あ、最近間違えましたね、本当に。すいません。とりあえずもう最近のプロ野球事情っていうことなんですけど、最近のプロ野球、名人さんどう思いますか。いや、ちょっともう両リーグ1球団だけ飛び抜け取るから。あ、広島、広島とソフトバンクっていう。あ、だからもうそこを打開できるチームが早く欲しいなっていう。なると面白くないから、やっぱり。面白くないから、やっぱりあれですかね。そうか、そうか、球団出てきてほしいとかあります？どの球団が出てきてほしいとかね、メリーさん的には。出てきてほしい球団。まあ、巨人ファンやけど。あ、僕も巨人なんですよね。あ、そうか。知っとったやんか、それは。そこは僕ら知って。そこはリセットされりゃおかしいから、やっぱり。そうですよね。そう。まあ、でも、横浜とか。横浜とかなんですか。あえて、ああ、あえて、あえて、あの出てきてほしいなっていう、ラミレス新監督に。ああ、ね、でも横浜って確か今もうめっちゃ下位の方に沈んでますよね。いや、そんなことなかったで。あ、そんなことなかったか。なんかそんなイメージしか僕ないんですけど。いや、ちょっと、エディさん的にはやっぱり横浜かな、やっぱりマイス的には。まあ、僕的にはやっぱりジャイアンツがね。ああ、やっぱりファンやから。うん、ファンやから来てほしいなっていうのはありますね。菅野があんま勝ててないからな。いや、でもまあ菅野一人だけ頑張ってるっていうのがあるから。でも、まあ、厳しい。前9失点ぐらいなんか。ああ、1回でね、多分もうスタミナが多分ね、夏場なんに入ってきてるんで、あれやと思うんですよね。夏バテ、夏バテっていうのが。メディーさん、夏場とかやっぱあるんちゃいます？いや、全然全然。いや、夏場とかないで。なんとかない。なんかいつも関西弁がなんか出てきますね。あ、やっぱりでも俺はやっぱジャイアンツに頑張ってほしいかな。じゃあ、パリーグの方とかは。あ、ちょっと敬語になってますね、さっきは。パ・リーグの方はやっぱりソフトバンク一強なんで。ソフトバンク強すぎるわな。ちょっと強すぎるんでね。だからまあ、なんとかやっぱり日本ハムファイターズとか、あの辺がちょっと
頑張ってほしいなって今ハンカチ王子、ハンカチ王子は別にええかなっていう感じなんですけどやっぱりそうですね、大谷翔平ですかね。あ、まあ中田翔がちょっと調子不調なんでね、あんまりスタメン落ちとかも、だからそこら辺がもうちょっとちゃんと歯車が噛み合ったらもしかしたら日ハムなんとかなるかもしれへんっていうのは正直あるかなっていう。日ハムのワンチャン、そうやな。反応どけた。いやー鋭い感じますね。だからまあプロ野球、まあ、個人的にはやっぱジャイアンツがもうちょっと強くないとやっぱセ・リーグ的には盛り上がらへんかなっていう。まあ昔からジャイアンツとタイガースはなんか強い、ジャイアンツだけかな。だから今広島がねやっぱり強すぎて、ちょっとなんか11連勝とかしとって記録になってたんでどうにもなれへんからね。なんかあるんですかね、やっぱその名人さん的にはその広島カープがなんで強いんかってあります？なんで強いんか、やっぱ理由っていうか今なんでこんな独走したのかっていう、もっと高校球児的に見て、あれでしょうね、監督かな。監督、広島の監督誰なんですか今。監督誰やったかな。あ、もう終わってた。はい。いやーいやーなかなか難しいな。ちょっとやっぱ会話がしかしにくくなるよなこれ。ほんまにすごい不自然だな。おめえに広島監督知らんのによ。尾形やろ、尾形やろ。そうや、やっぱ難しい、難しいな。名人の関西弁っていうのが非常に出てくるから、なんで関西弁になっちゃったのか分からないけど。メディア欲しくて、年下相手に関西弁ゴイゴイでいいと思うけど。いやでも普段からもう遊ぶ先輩と遊ぶん基本的に先輩とかなんですよ。ああなるほど。タメ口はほぼほぼやることがないから、はい、だから忘れてまうんですよね。ああだからとっさに言われてまあこの状況の逆転ゲームはまあ一応今後ホッシャンと龍馬にもやってもらおうかなと思ってんの。あの経営の中の人にそうどうなるんだって逆転させるってそのあれを立場を。はい、じゃあ今回の動画はこれで終わります。山田さん最後締めようか。もう締めようとしたわけだからほんまになんか。というわけでまあね、上位関係ゲームはまた他の、メンバーの入れ替わってねやると思うんですけど、はい、それもまあ僕もね多分また出ると思うんで、名人とかも多分出ると思うんで、楽しみにしてほしいなと思います。というわけで今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。